ツオベル級魚雷艇とは、西ドイツ海軍が建造、採用した魚雷艇である。142型魚雷艇とも表記される。ツオベル級魚雷艇は、ヤグアル級、J アドラー級魚雷艇の強化改良型として設計された。NBC 汚染環境下での作戦行動を可能とするためにブリッジと 40mm 機関砲の砲塔を密閉化した上で、 空気清浄フィルターを装着したほか、レーダーなどの電子装備も強化されている。兵装は4機の 533mm 魚雷発射艦であるが、従来のヤグアル級、ゼイアドラーと異なり停滞内部には3発の予備魚雷を搭載可能となっている。搭載する魚雷は、イギリス製のマーク8無誘導魚雷である。ツオベル級魚雷艇は、10隻とも、 第7高速艇船体に配備された。このツォーベル級以降にドイツ海軍では、魚雷艇の新規配備は行われなくなり、1970年代から、同海軍では、ティーガー級及びアルバトロス級ミサイル艇の配備が始まり、魚雷艇からミサイル艇への転換が急速に進められていく。1980年代には、ツォーベル級も新型のゲパルト級ミサイル艇へ、更新され、 1984年までには10隻べてが西ドイツ海軍から退役した。退役後のツオーベル級魚雷艇は7隻がトルコ海軍に譲渡されたが、最終役することなくすべて解体された。ただし、ツオーベル級の艇隊をベースに魚雷発射艦を2機下ろして、ペンギン対艦ミサイルの4連装ランチャー2機を搭載したカルタル級ミサイル艇が8隻建造され、そのすべてが、 トルコ海軍に引き渡されている。ありがとうございます。